ファントムダストのディレクターを務めていた二次です。今回、セイリーさんと一緒に新しいゲームを作ることになりました。彼の作風は僕も大好きで、この話が決まって以来、すごく興奮しています。セイリーさんとは Xbox One のローンチタイトルを同時期に作った戦友でもあり、ディープなゲームの話ができる友達でもあり、同じ世代のクリエイターとしてのライバルでもあります。今回そんな彼と一緒に仕事ができるとすごく楽しみにしています。彼の会社は昨年11月に誕生したばかりの会社ですが、いろいろ新しいことに挑戦しています。本当に彼と話すたびにワクワクします。これからきっといろんな新しいムーブメントを作っていくでしょう。そんなタイミングで自分たちの会社グランディングが参加することはとても意義があると思います。グランディングは創業から10年で、これまでも任天堂やマイクロソフトと一緒にいろいろなゲームを開発してきました。またスマートフォンや VR のタイトルなどいろいろなゲームを開発しています。今回そういったノウハウを持つスタッフがこのプロジェクトに参加することで、クオリティの高いゲームを素早く完成することができるというふうに確信しています。またグランディングも新しいことに挑戦し続ける会社です。そういった同じ価値観を持つ2つの会社がタッグを組むことで、いい開発環境が作れるのではないかと思っています。皆さんもこの企画にぜひ参加してください。退屈はさせないです。